はい、皆さんこんにちは、あちでございます。サーク2ね、やっていきたいと思います。全パートまで3パートほど ただの実況動画になってしまいました。実況じゃないわ、ただのプレイ動画になってしまいました。申し訳ありません。ちょっとね、間を空けましたけども、今回からやっていきたいと思いますね。ちょっと間が空いちゃってんでね、私もどれだけなのか、XZ だったかな。うん、そうだね。で、あ、でもいいか。で、確か鍵を探さないといけないんですよね。鍵。で、これ右行っちゃったら、あ、そうだ、覚えてるわ。右行っちゃったらダメなんだよね。で、ここ行ったらワープするんだよね。右行っちゃったら帰っちゃうんですよね。ねえ、さあ、あ、これドーンっていう音はね、なかなかいいんですけど、いや、違うわ。いいとかじゃないわ。おぉ、そうだ、そうだ。スクロールがね、スクロールの上限がね、かなり上まで行っちゃってるんで、今ね。おぉ。おぉ。で、G と初期は増えるんですけど、まあまあいいかなと。で、これでワープしちゃうんだよね。ワープしちゃって、一もさっちもいかないんで、いや、私は思ってるんですけど、これね、あ、ワープしないわ。あ？ここじゃなかった？ただ、経験値もよく見とかないといけないんですね。14235。これが減らなくなったらカルマがいっぱいということなので、あら？ちょっと覚えてないですね。あ、増えてんね。ああ。ああ。久しぶりなんでね、あんまりね、あんまりぼやきたくないんですけど。これでワープしないかな？あれ、どこぞでワープしたと思うんですけど、おや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 、ちょっと私が勘違いしてるかもしれないですね。ワープだみたいな、ワープドアか、だみたいだみたいなこと言われまして、ね、なったと思うんですけど、これ出口かな？これまた違う出口かな？ああ、そうか、今読み込んでたんだね。ね、もう強くなったんで、彼にも全然勝てるようになりました。ただ、体力を回復しないといけないんでね。おいと。さあ、地図全然覚えてないんですが、宝箱1個あったでしょ。あそこだと思うんですが、あとはあそこにどうやって行くかなんですよね、問題は。あ、もう負けないね。まあ、彼らには美味しい経験値になっていただきましょう。あと2、3回上がるような、あと1回は必ず上がりますね、レベルがね、このまま行けば。で、しばらくね、育み動画になっちゃうと思うんですよ。っていうか、まあ、迷い動画というか。で、たまになんかバグってハマっちゃった。あ、今ね、ディスクアクセスしました。ダメな気がします。ほら、やっぱり。あの右上の宝箱だと思うんですよ。あの右上の宝箱が例の鍵だったかな？そんな気がするので、もう一回行きましょう。あら？あ、違ったかな？あ、ここあるとこか。えー、めんどくさい。あ、でもまだ2万7000あるんだね。これだと思うんですよ。このワープドアで。で、必ずちょっとね、ワープドアの後ろに、左側に出るんですよ。ね。なので、そう思うと来るんでしょ、これね。敵だけは来て自分は入れない。待てよ。ワープドア。いや、今思ったのね、私。何か装備してないのがまずいのかなと思ってですね。今ゴーグル、あ、そうか、ゴーグルつけとかないとダメなんだっけ。ヘビのリング。鏡なんだっけ。タウトゥークの像でしょ。ヘビのリングはめてみましょうか。追い出されるのかな。あー、なんとも言えないね、これね。ああ、キャンセルしないとね。あ、ダメだ。これ多分ね、ディスクアクセスしたらダメなんだね。おそらくそんな気がしますね。
でももうあの蛇のリングは、蛇のリングじゃないわ、ゴーグルはいらないみたいだね。あ、あ、そうかそうかそうか、また戻ったのか。悩ましいね。すごい、わあ、ちょっとごめんなさいね、ポーズしちゃった。ちょっとごめんなさいね。よいしょ。はい。ちょっと早くしますね。ゴーグルはいらないようなんだけど、王家の紋章？これでも関係ないと思うんだけどね。これ関係ない気がするね。あ、アクセス。あ、してないか。わかんない。はい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 。で、私思ってんのね。ここ、ここ。お？ああ、階段降りたんだね。そういうことが、一瞬ね、来たかなと思ったんですけどね。あと、顔面のフラッシュね。あれ、申し訳ないですね、本当に。こっち行ってもダメな気がするんですけど、いや、ほんとこの、なるべくあの敵は力、あ、おお、ここでワープドア。どこだ？あ、で、ここ一番最初のとこか。あれ？わかんない。おお、おお。で、おう、ああ、2匹いたよね。あ、いなかった？で、もう行くとここしかないんだよね。お？と、飛ばないといけないんだね。彼ら浮いてるんで。どこだ、これ。ちょっと回復しときましょう。いやー。まあね、あの2日おきにしようかどうかっていうのがあったんですけどね、今のとこあれかな、当たり判定が目が痛い目が痛い目が痛い、すごい目が痛い、あ、痛い、当たり判定がちょっと分かんないですね。いや、マッピングすりゃいいんですけど、マッピングする気はないですね。私、マッピング嫌いなのでね。まして、この手のゲームのマッピングはかなり辛いと思うの。お、来たぞ！からかな？いや、違うね。この宝箱違うわ。道具箱を開きました。空っぽだ。何度も開けるのかな？前も確かこれ来ましたよね。ちょっとこのパート終わったらね、あ、ちょっと待ってね、ちょっとカンニングしてきます。あ、ただいまです。すんごく丁寧な人がおられまして、方がわ、すごいここのこと丁寧に書いてくれてました。まあ、その方もね、ま、マッピングしたらいいって書いてるんですけど、もう今回ちゃんと利用させていただきます。その前にですね、私のカルマ見ときましょうか。あ、80か、いっぺん帰るか、帰った方がいいね。んで、なので、というのも、いっぺん帰った方がいいというか、これだね、テレポートマジ10個持ってんだねと。で、ここはこのアイテム関係なかったみたいですね。で、じゃあスペースキーだっけ。はい、一遍帰って、カルマを落としていきましょう。ワープドアってね、右から入る分と左から入る分で行き先が違うようです。いや、いい勉強になりました。まあ、ね、ここでしか使えない勉強ですけど。ですけど、やっぱりディスクアクセスは長く感じますね。よいしょ。
で、もうところどころね、早送りにしてディスクアクセスを短く見せようかなと思ってるんですけど、あと何するんだっけ、あ、魔法屋さんだね。いや、違う。ジーンだ。ジーンなので、これかな、ジーン。これだね、ジーン。よいしょ。はい、こんにちはと。違ったね。今度は谷に行ってくださったそうですね。本当勇気あるわ。眠り姫のことなら任せてください。あ、いたね。ほら、何を二人してデレッとしておろう。おい、ラトク、酒場でホーンという儀、あ、聞いたね。知り合いかわしゃ、ああいうナンパ筋は好かんなと。もう酔っ払っちゃってと、うん。ここだね。で右側の人だね。この人にカルマの浄化ですね。はい。お金はたんまりあるんでね。ただ、今41でしょ、レベル。レベル41ということは、まだ装備が42だっけ？あ、ごめんなさい。もう一度確認させていただきましょうか。ちょっとごめんなさいね。ちょっとはい。あら？あ、ごめんなさいね。ちょっと早送りさせていただきます。ん？ここだっけ？あ、ここだね。で、41でしょ？買うで、剣は、これなんだよね。43なので、これはまだダメ。で、鎧ね。これも持ってんだね、スケルメルね。これだね。43から。なので、で、次、盾ね。盾も一番下でしょ。いや、見えなかったね。44。あ、こいつはまだお前には無理だなと言われるんだね。これは？あ、もうこれはいけてんだね。いや、上のやつがダメだって言われるんだったらね、もうすでに持ったやつもダメだって言ってほしいんですけどね。あれ、買っちゃったらお金どんどん減っちゃうからね。あ、こいつでも買えないのかな？買えないんだったら、もうそれで飛ばしてほしいんですけどもね。よいしょ。で、なので、俺たちの谷にはまだベルナンド夫婦が残っている。彼らの娘も蝶々の娘と同じ頃に、どうか力になってくれ。俺は採掘場で魔物に襲われた時に亡くしたんだが、ベルナンド夫婦がゴーグルと昇降機の鍵がないんですよね。これなんですよね、問題はね。MP はね、まあまあまあいいでしょうと。はい。ああ、懐かしい。ここ懐かしいね。あ、でも彼ら倒したら、あれだね。経験値とカルマの、ああ、倒しちゃった。経験値のカルマの割合がね。剣振ったらダメだよね。そらそうだわ。で、ここですね。まずね。で、ここで、ここは入るそうです。で、溶けていくと。で、これで、なんかなってんのかなと思ったら違うんですよね、これね。よいしょ。で、ここで、ごめんなさいね。あ、ここは最上階のですね。地下に降りていくという形か。壁の中に体が溶け込んでいくというメッセージの出るゲートを抜けてですね、左上の方の下り階段 A を降りる。下り階段 A というのがわかんないですけどね。まあ、下り階段行けばいいんでしょうね。で、左の方に行って下り階段。こっちかな？お？あ、左上の方だった。間違えちゃった。左上だからね。あー、で、ここか。で、これでまたワープしてと。で、ここで、左上だから上だね、こっちだね。あー、下り階段あるわ。これに行けということね。やっつけとくか。で、ちょっと体力回復しましょう。おー、ワクワク。お、湧くね。おー、また湧いてきた。ここはダメな、あ、前進まないと。湧く？なんか余計にダメージ食らっちゃった気がするんですけど、よし。で、これで、これが下り階段 A ですね、おそらく。で、
左下のワープ A は地下右1階層の右上のワープ D 左 D へと。あ、だからまあまああのワープはダメなんだね。で、左上の上り階段、あ、これが A だから、まあ彼にもお世話になりましたね。左上の上り階段 A から、下中央の上り階段 E を上って、下中央の上り、これいける？いけないよね。あ、突っ込んできてもね、彼ね。で、下なので下に降りろということね。うん。あ、これか。下中央っていうのは。これじゃなくて、ここだね。下の中央の上りか。ああ。これだね。ああ、昔だったらやばかったけどね。これだね。あら？あ、あそこに宝箱あるわ。下中央上り階段を上ってワープドアへって書いてますね。これは階段 E らしいです。これが、あ、中央になるのかな。もう一応ちょっと体力回復して。あ、また来るわ。で、これ上って、ワープドアへ。ワープドアへ。ワープドアへ。下の中央の上り階段 E を上ってワープドアへ。ワープドア。え？ごめんなさいね。右上の下り階段 B と宝箱の間のワープ D 左は最上階のワープ A 右へ。右下下り階段 D。ああ。ちょっとね、太字で書いてるところを見たらいいと思うんですけども、あ、違うのかな。階段を降りて左下のワープへは、あ、思いっきりなんか違う気がしてきた。これじゃないんだわ、きっと。あ、また来ちゃったね。あ、レベル上がっちゃった。レベルが上がっちゃいました。なお強くなったかな。いや、私もかなり間違えてね。もう一撃だね。確かね、あ、これワープをうまいこと使わないといけないという、ああ、と思ったら時間来ちゃったね。時間来ちゃったので、この辺で終わっておきましょうか。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。